月2回もやってんの？多い時は。で、平均でやっぱり月、いや年に何、2ヶ月に1回とか。それは宗像でやる？宗像でもやりますし、どこでやるかな、呼ばれればどこでも。それは魚食、魚さばける人が増えたらいいなとか。っていうのがもともとで、その、まあ、魚の、まあ、家庭に出る割合が少ないげん、要はその家庭でまあ作りやすいようにとかでやりようんやけど、あんま意味ねえっちゃうんで、まあ、そこまで意味ねえっちゃうんで、もうイベント的になってる、うん、でまあ本当な何十人とかに一人家で魚食べる機会が増えたよっていう人がおりゃいい感じです。それ全体のその売り上げに貢献するかとかさ、そんな考えたらなんじゃねえけど、でもとことん俺らが言うのは、なんつったら今道の駅とか直売とかあるけど、福岡ってスーパーがやっぱすごいんだ。だってどこのスーパー行ってもやっぱちゃんとした魚があるし、まあ例えば他の、まあ、関東とか行ったらやっぱ魚種が揃わんけ、全国からバー入れようけん、いろんな魚がこう何日か遅れて入ってきて、やっとスーパーに何十種類っていう魚が集まるけど、福岡でその魚種が多い分いろんな魚が地元で集まるでしょ、うん、だからスーパーイコールなんか消費者の人たちはなんかスーパーで買う魚イコール悪いと思っとんやけど、福岡のスーパーだけ実はむちゃくちゃ優秀で、うん、本当に鮮度がいい地物がスーパーさえ行けば全部集まってるっていうのが、まあね、多分福岡のこう強みやなかろうかと思って、2月に。